やっほー、みやたんです。今日はですね、箱の中でね、ウミガメの産卵になってるんですよ。っていうのは、荷下ろし終わってからね、すぐにね、出なきゃいけない場所ってあると思うんですよ。もう荷物下ろしたらもうすぐ退場 しなきゃいけない場所っていうのがね、そういう場合はね、中がこんな感じになります。まあ、今ちょっと片付けたんですけど、やっぱ大変なんですよ。で、こっちが前ですね、トレーラーの前ですね、頭が前ですね。で、こっちが後ろです。はい。で、これを片付けていくんですけども、僕の片付け方なんですけども、荷物が結構乗る片付け方です。はい。っていうのはこれ、まずね、一番前にコンパネ重たいんで一番下に引きます。まあ、横にね。で、一番下に引いて、次はこの8方をこう横に、大きいのと小さいのとあるんですね。これ大きい方やったかな、ちょっと待ってね、ちっちゃいの確かね、これ大きいんですね。八方もなんか大きいのとちっちゃいのとあるんで、ほら幅が違うんですよね。大きさが、でも小さい方の普通の4センチの八方ですね。小さい方の八方やったらこう横ってこう入るんですよね。普通だいたいね、あの皆さんね、まあ、トレーラーこれ前としたら、だいたい皆さんこう八方をね、こう縦でね、まあ、こう縦でこう入れますね。縦で入れて、まあ、これでどんどん積み重ねていって上まで。で、この真ん中の隙間はこんな感じに、ね、こう縦に入れてやっていく人が多いと思うんですけど、これだとね、やっぱりこう横にしてこの八方がね、これ横にやった方が、これ横にするとこうなるんですよね。はい。八方を縦に置いてしまうと、こっからここまでこんだけ1、2、ね、こんだけ、後ろに来ます。で、その分荷物がね、乗りにくいっていうことがあるんで、八方を横に入れます。はい。その方がね、距離を稼げるんでね、ちょっと今日手持ちでね、ちょっと片手なんでちょっとやりにくいですけど、でこれ横入れるときは普通やったら横入らないんですよね。入らないんですけども、こんなちょっと突っ張った状態になるんですけども、ウイングを、この前のキャッチ、ここのキャッチとこっち側の前のキャッチを外してます。だから煽りがグラグラの状態ですね。前だけこんだけこっちも開く状態、この状態で踏んでね、これで横入ったんですね。うん。で、あとは、ウイングの力を借りてウイングを締めて、この煽りをグッと押さえておいて、そのキャッチを締めると、このガンとこの横でも入るんですよね。これ両サイドのキャッチを外してなかったら、この横っていうのは基本八方入らないんですよね。うん。で、一回初め硬いですけど、まあ、キャッチカチャンって止めてしまうと、八方っていうのは時間が経つとね、この形にが決まったら縮小されるん で次からね、一般積むときにこの状態でウイング開けたとしても、もう八方が縮こまってるんで、次ウイング開けて煽りを倒して、で次煽り締めるときにこの横がね、入れへんくてキャッチが締まれへん、硬いっていうことはないです。初めだけ締めてしまえば、あとはもう八方が縮こまるんで、もう一般でもね、楽に積むことができます。この乗せ方でいくとね、全部前八方行ってコンパネ立てて、後ろにね、11のパレットが、段積みで、44枚余裕で乗ります。44枚乗せても後ろまだ人通れるぐらい後ろ余ります。なんでね、八方を立てで使ってる方はね、ぜひこの横ってやったらね、さっきやった感じでこんだけ長さ変わってくるんで、ね、縦にやるとこの分は大きいですよ、この分ね。
こんだけ身近なので横横でね必ずねウイングの両サイド開けてからねやらないと入らないんで、でコンポネ重たいんでね下に行った方がいいです。でこれでどん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 ね、発泡を積み重ねていきます。はい、でこれを片付けていきます。ね、今何段かね置いてみたんですけど、まあ、こんな感じですね、こんな感じです。はい、でこれでどん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 上まで積み重ねていきます。はい、だいぶね片付いてきました。こんな感じでね下からコンパネ引いてねこの上の段までねこんな感じでよしいい感じで、サイズの大きい発泡はね、横入れへんのでねちょっと大きいのはこっちにね跳ねてます。はい、でコンパネは基本下に引くんですけども、まあ、よくあるあるなんですけど、まあ、これね後からねこのコンパネがねあのこういうこれの下敷きやったりとかしてね1枚、2枚、3枚、4枚と4枚出てきたんですよ。4枚出てきたらこれもまたこの全部どけてこの下に入れるのめんどくさいから、もうそういう場合はもう最悪この上に置きます。でこの上に置いた場合はコンパネがねスライドしてねここをねここ弱いんで板バネね、突き破ることがあるんですよ。バキッとコンパネの角でね、だからここに必ずね、緩衝材ね1枚、薄いのね段ボールでも何でもいいですけどここにね1枚この間にね、立てるようにしましょう。いやだいぶちょっと片付いてきたなね。えでもあと大量のこのねラップね、ラップ入るやつ持って帰ってって言われるところが大体やと思うんですけどね、あと紐とかね、こういう縛ってた紐とかこれ全部持ち帰りなんでね、はい、こんなも全部片付けます。で次の荷物はね後ろから積むんですよ、横じゃなしに。だからこの辺も全部ね段ボールも片付けてラッシングバーとかも全部取ってね後ろから荷物を積めるようにねしていきます。はい、サイズがでかいって言ってたこの発泡はこう縦に置いちゃうとやっぱりねこんだけ出るんでねこんだけ幅が出るんですね。ちょうど俺の腕1本分ぐらい出るんで、これもね横にやったとしても横にやったとしてもこれサイズがでかいんで横に同じ横にやったとしてもやっぱりこんだけ出るんですよね。でこのちょっとがねまだカゴ車が乗らんかったりとかするんで、これはねこういう場合どうするかって言ったらこの上にね立てます、上に立てます、こんな感じで右と左と立てます。で立ててあとはねこの間にねこういったフックがあるんですよ。フックかけて小さいラッシングベルトでここをこうねこっちから向こうまでビタッと、ラッシングベルトで止めます。はい、このラッシングベルトは内側にあるんでウイング開けてもねベルトがちぎれることはないです。はい、これをね縦にねずーっと2段目ね上に乗せていきます。これのね上にね乗せていきます。で乗せていったら、ここのねウイングのこの間にねこういったフックがあるんですよ。見えるかな、ちょうど見えんかな。で、今言ってた小さいラッシングというこれね高難でホームセンターで売ってたんですけど、こんなミニラッシングベルトって言ってねこういうガチャガチャってするのが売っててね、これを端こっちからこっちまで通して止めるんですけど、先っぽがこういうフックになってるんですね、うん、フックを引っ掛ける感じですね。こっち側も、ね、フックを引っ掛ける感じです。ちょうど間見えるんかな、見えるかな、このフック、このフックに引いてます。はい、そうすると実際にねこのフックをね、ミニフックをねミニラッシングベルトをねつけていきたいと思います。
熱っ、めっちゃ熱い。はい、まあこんな感じでね、上の段ラッシングミニフックで止めました。でこのままね、ウイング締めれるんでね、この内側の鉄骨の中にフックがあるんですよ。だから扉閉めれるんですよね。はい、これ便利ですよ結構。はい、こんな感じで、はい、八方は横横で、本骨は下にでね、幅のでかい長い八方はもう立てて上に止めるっていうね。でこれをやるとね、11のパレット、11のパレットが、まあ段積みで、44枚乗ります。44枚乗ってもだいたいケツがね、これ一番後ろなんですけど、はい、あの状態でね、44枚段積みでパレット乗せたら、一番後ろパレット11のパレットが、ね、これ最後尾こうなってるんですけど、これね、ちょうどここのねボルトちょんちょんちょんとある、ここでパレット終わります。だからまだね、こっからこんだけ間空くんですよ。でここに段ボールとかこういうねラッシングバーとかこんなの取ってたら、まだこの分の奥行きがあるんで、ここの奥行きプラス、あと鉄骨からここまで余裕で、余裕で人が通れるっていうね。これは八方縦縦やったらちょっと難しいんですよね、入らないんですよね。うん、これ八方横横やったらこれ入るんですね。はい、皆さんこのやり方ね、ぜひ、もしよかったらやってみてください。だいたいね、一般貨物ね、11のパレットやったら44枚段積みで乗るし、トレーラーで、うん、であとまあ籠車の仕事もね、楽々ここでね22本乗るんで、前1列潰してても22本籠乗るんで、これを八方縦縦にすると22本籠乗せると、結構後ろいっぱいいっぱいになって、ラッシングベルトで締めて無理やり前に先頭ケツ締まれへんみたいになったことがあると思うんですけど、皆さん、八方横横にするとねだいぶ楽です。はい、もしよかったらこのやり方、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。これはね、今日は使う分なんでね、荷物積むとき煽りに当てる、傷つけへんように煽りにね当てるためにこれ置いてます。使う分だけ跳ねといてね、あといらん分はこんな感じに、はい、全部きれいにまとめました。本当はねこのコンパネね下の方が良かったんやけど、ちょっとね4枚ほどね隠れてたんでね、また上に乗せましたけどね。はい、で最後ねここコンパネがね横にスライドして、ここ突き破ったり穴開いたりするんで、ここにね何か緩衝材ね、こういったこうですね、こういったちっちゃいね緩衝材とかをね、こうやってよいしょ、ここに1枚入れとくだけでね、コンパネ止まりますんでね。はい、両サイド入れときます。よいしょ、でこことね、ね OK です。これであとウイング閉めて終わりですね。であとは後ろから荷物が積めると、カゴ車の荷物が積めますね。よっしゃー。はい、ということでね、今日の動画ね、こういうやり方もあるよっていうね、僕がいつもやってる一般の荷物積んだりとかね、カゴ車の荷物積んだりとかするときにね、まあ、縦の距離をね、めっちゃ稼げるっていうかね、資材も片付けれて、縦の距離をちょっとでも稼げるっていうね、44枚11のパレットが乗ったり、カゴ車から楽に後ろ入ったりとか、人が通るスペースができたりとか、やり方です。はい。以上です。はい。ご視聴ありがとうございました。